のりこさんどうもです。かぶくん様、やはりそうだったんですね。かぶ君もモチベーションって言っておりましたね。確かに、あれだけのハードスケジュールを完璧にやりき,やりきるには、かなりのメンタルの強さが必要ではないかと思いますが、ケビン選手、結構ン細のイメージがありましたんで、あの中で精神的に自分を保ち続けるのは大変なんだろうなと感じています。少しお休みされて、また元気な姿を見せていただきたいですね。ちなみに、えー、カーテスのマスターさんも確か GPS の 時に、人にはですね、あの、先生のバイオリ、バイオリズムというものがあり、いい時もあれば、そうじゃない時もあるので、彼は今はいい時じゃないんだと思いますが、きっとまた素晴らしい演技を見せてくれると思いますので、それを待ちましょうと、愛あ,ある解説をされてましたね。バイオリズムっていう言葉を使ったんですね。イタリアのマッテオ選手も、手術を控えているのに、ケビン選手に温かい応援のメッセージを優しいですね、と。うん。 松田さんのこのバイオリズムっていうお話はやっぱマッチーっぽいですね。うん。皆様こんばんは。です。皆様ですよね。ああ、揺れないで、メモリーズ。鳥の流れが傷つけても傷つかない。心は小さいダイヤモンド。ああ、泣かないで、メモリーズ。私はもっと強いはずですよ。でも、あれて止まらぬ涙はダイヤモンド。こんばんは、みなです。ちょっとこの歌わかんないですね。 はい、え本日1月17日にサンタさんからか神様からかプレゼントが大きた箱が私のもとへ届きました。ありがとう、天 h a n k you.Good t さんは絶妙なタイミングで光をメンタル頑張って魔法のプレゼントを届けてくれますね。私のメンタル大丈夫かしらケビン君、ちょっと違うけど。うん。ねメンタルは人間大切。ふと大好きなマスター聖子ちゃん、思い出したわダイヤモンド。 マスタさんの歌なんですね、これは。しばらくラルカンセル聞いたわ。うん。えやっぱりハイドはいつも最高、あなたピッコロ様にも、えー、聞いてもらったわ。うん。えー、と、胸にいつの日にも大切なあなたがいるから。涙枯れても大切なあなたがいるから。嵐の夜が待ち受けても太陽が沈んでもいいさ。を、もどかしさに邪魔をされて、うまくいないけど、たとえ涙終わりがないとしても歩いていけるよ。 えー、胸にいつの日も輝く、スュマくんがいるから。涙枯れ果てても大切なあなたがいるから。ウォーボー、新しい2024、気合い入れていくぜ、えー。新しい水のグッズ第6弾、今日届きました。私は実用的にとタオルハンカチセット、今回はストラップが可愛く、春を先取りよ、えー。携帯入れたみたいなシンプルウドバンポーチが小さくて、えー、コロンと、えー、可愛さ倍増。コロンですかね。えー、ネイビーにしてた、してみたわ。 前にブラックが似たものがあるから、トートバッグもネイビーに、なかなかさすが、水野様しっかりした生地に、え、綺麗なえ縫製の、中もう、キラッとシルバー綺麗。エマちゃんみたい。え、なぜかあの傘、傘が見、一見見当たらないわ。え、迷いに迷い頼まなかったみたいですね。傘買ったんですね。X に見本より綺麗な、 素敵なアンブレラが私としたことがまた次回よろしくお願いします。赤っぽい傘をまたなんと明日1月18日木曜から早くも、えーミズノさん、宇野昌磨くん限定コラボグッズ第7弾、なんと7回目受け付け始まりますよ。皆様、えー、よく見て悩まれてくださいね。今回珍しく赤いポーチがまるでロコみたい。やはり赤は何か力を情熱的に運気を上げる素敵な色。えー赤いグッズも欲しかったから決めました。 しかも、ポイントが溜まっていたから、たまたまたプレゼントが私、また、えー、舞い降りてきて、きて、きそうだわ。ありがとう、おさままだまだ若手には負けられないわ。え見、ー、なのでど真ん中。見るまで若を締め、応援しますよ。なんて、若子みたいに、嘘の愛、わかるかなわかんないかもだけど。わかってね、ゴー・ショーマ、遠慮はいらないわ。突き進め、ちょっと久しぶりにおりしました。ビヨンドよと。うん。 えー、マイク・フティラさん、どうもです。カブ君こんばんは。えー、サーシャ公演といえば、実力はあるものの、ガラスの心臓と、あと言われてますね。うん、えー。それが出たのが、鳥のゴリン。ユースゴリンの今のところは、ライブ放送はない、あ、ないんですね。マジか。ちょっと残念ですね。後日放送かもですが、以下のチャンネルだと見れるかもしれませんが、フィギュアは載ってないですよ、と。あ、そうなんですか。え。一番見たかったのにな、ってきっと思いますね。 J スポーツとかでもないんですね。なんでユースゴリの放送してくれないんだろうね。ちょっと残念。うん。あの、サーシャポインはほんとガラスのエースって言われてましたよね。トリノオ,オリンピックの時もそうでしたけど、なんか何かしらショートの時は調子良くてもフリーでミスすること多かった気がします。あの、それとレクシンの時もショート良かったんですが、フリーはミスしましたよね。なんかあの、そのトリノゴリーンの時の、 えー、世界選手権でもミスがあったと思うんですよね。あの時すぐに負けましたよね、確かね。うん、はい、えー、では皆様もイットです。こんばんは、ミ和です。 以前、荒川静香さんが、試合はやはり、皆さんたくさん練習してきたからこそ、え緊張するから、いつも通り、できたら最高。その、いつも通りが簡単なようで難しい。緊張しす,しすぎてもいけないし、リラックスしすぎてもダメ。ほど良い選手生活で1回か2回ぐらい、いわゆるゾーンに入る。気づいたらできていた。覚えていないくらいなのに。また人間だから、どうしてもメダルを意識して、絶対やっ,やってやると、力が入りすぎても。 ジャンプを飛び急ぎ、タイミングが悪くなったりや、回りすぎたり、勢いありすぎて、うまく、逆にうまくいかなかったりも、うん。モちゃんのあのソチオリンピックのフリーはやはり前日のショックから、明日の公式練習もボロボロ、最後スイッチが入ったのはなんとフリー本番。会場のリンク側に、バックアードから出てきた瞬間、モもちゃんはやもうやるしかない。 え、覚悟を決めたと、後から話していましたよ。また、その日も、え、調子悪くても、え、悪くて自信がなくても、佐藤先生から、あなたはもうこれ以上練習しなくてもいいくらい練習をやってきたんだから、自信を持って大丈夫。え、体はどこも悪くないんだから、何かあれば私がン海の中に行き、助けるから思いっきりやってきなさいと、え、背中を押さえたのか、うん。つまり、やはり練習を裏切らない。 だから、あの、集大成に考えていたソチオリンピックはもう全てをフィギュアスケート。えそんなスケートに一途に、まっすぐに頑張ったもーちゃん。私は大好き。やはり才能があっても、人気があっても、マスゴミから追いかけられても頑張ったわ。うん。え世界選手権4回金、グランプリファイナル3回金、4大陸、金銀銅あルば。で、日本6回優勝、えー、とあり、あ、そうかったと、ライブがたくさん入れたから、 改めて、やはりそういえばとますます相性でもビヨンドされたりもあって、素敵。少しでも前にずっとヘアメイクをされた方が、アスタもーちゃんもホテルを出た瞬間からテレビやカメラがすごいからホテルからメイクも髪型もしっかりしてたとか、膝を怪我しても自分からは決してはなくても、かなり過ぎていたから周りから、それでもかにどんだ、う。ん トリプルアクセルや、最後の最後には、クリーンなトリプルッツ、後に自分のサインクスツアーでは、美しい赤や黒のニチュアルダンス。えー、三原舞ちゃんが真央ちゃんにおがりだから、同じく頑張っているなと、人間性が見えて嬉しいわと、うん。ファンはいろいろとちゃんと見ているから、皆さん知っていれば。えー、相性にもたくさんしちが、えー、去年はあり、大変な中、見に来てくれた。きっといつか二人でコラボみたいわ。うん。スパイラルも最近気づきました。真央ちゃんのスパイラルに近づいていれば、 ちゃんと足もさらに上がって、体をひねり、何かご指導があったのかなと密かに感じています。足が痛くても4位まで全日本頑張ったわ。 さらに、努力が開きますように、やはり最後はメンタルが練習ででますね。さっき、エンボス君がメンタル心配です。頑張って、素敵なボールだみたいだ。我が推しメン、宇野昌磨選手もメンタル強化。頑張って、あと2ヶ月くらいかしら、世界選手権は。ね、あの、メンタルがもう本当に一番最後は大事になっててますね。マぐちゃんのスパイラルも確かに、あの、三原舞ちゃんのに似て,似てきてますよね。確かに。多分参考にしてる可能性がありますよね。 うん、おはりこさんどうもです。カムさんこんばんは。次はユースオリンピックですね。っておっしゃってますが、そんなのんきにはしてはいけませんよ。18日からインターハイは、あ、インターハイこれからか。うん。それが終わってから27日からユースの試合です。あ、27日なんだ。 あ27日ってことはまだだったんですね。うん。どうやら YouTube オリンピックチャンネルで見ることはできるそうです。多分。そしてユースと5体国体と四大陸のスケジュールが被るんです。ああ、国体ってそんな早かったんだ。常に言うと2月3日から全中の試合もある。ちょっとこれ全部見えるかな。ねえ。 ましてどうしたらいいのっていう状況です。その上に私は2月22日から始まる愛知のローカル試合に出る衣装の選手の衣装を作らねばならなくて、全部は見ら,れる見られないかもと。おお、ちょっと食ってくださいね。応援してます。大変ですね。2月22日ってもうすぐですよ、って。1ヶ月弱か応援します。うん。いやー、でも大会たくさんあります。どう,どうしましょうかね。でも あの、ユース五輪が先かと思ってたら違うんですね。27日からユースなんだ。うん、オリンピックチャンネルでもしかしたら見れるかもしれないという、この、先ほどマイクボ様が教えてくれたリンクでしょうかね。ちょっと見ていきたいと思います。18日って明日からですね、僕時間で、インターハイが始まるので、これは、えっと、富士 FOD で見れるのかなってちょっと思うんですけどもね。カオ君は出るんですよね。確かに、カオ君出ますっけ あれですよね。確かにね。はい。うん。まあ、ぼちぼちね、見ていこうと思うんですけど、まあ、あの、急ぎつつも、まあね、今回ね、メモを、あの、書かないんで、えっと、まあ、あの、デジタルメモはしていこうと思いますけどね。うん。はい。では、ありがとうございました。